お伝えしたいことが。どうした？あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎。不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人の有りけり、痛く凶悪なる差がなれば 弟どもこれを殺めんとす。曙よりゆうべまで数多の浪人、小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。柱はこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。 諏訪たちまちに剣振って止むことなし。人の皆が小次郎は剣の鬼へとなりはつる。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり。五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎殿なり。 その小次郎に狙われておるのか、気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ち。ですが、お力を示すため、手先である五人の菅笠衆をお討ちください。五人を撃てと。居所は豊玉のあちこちにおります。居所はおのずとわかるとか。ことづて聞き届けた。挑戦を受けよう。 待っておったぞ、堺人。行け、ワッパ。裏切り者の菅笠衆、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。 城育ちの軟弱者め。所詮この程度か。息を切らしておるぞ。
映像曰く、そなたは無類の剣客だと。この身で確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。龍蔵の話、偽りではないか。それはどうかな。お主、なかなかの使い手であった。坂井殿、よく来てくださった。あなたには消せません。すべて金のためです。
命に書かれて光栄の極み。さあ始めましょう。太刀を構えてください。引く意志はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。引けば生きて返してやる。僭越ながらお断りいたす。来世では誠の武人となれ。ようやくか。首を伸ばして待っておったわ。むごたらしい。人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。誰も切らずに済んだのだ。誰ごと？メイドで皆に詫びよ。浪人を放った男と相まみえねばな。ウムギ谷の奉仕ならば居所を知っておるだろう。
堺様、ご無事でしたか。手先のせげがさしはすべて倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため大海寺の洞で待つと申しておりました。大海は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。シラの呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。この身で確かめよう。何とぞご武運を。堺陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。奉仕の奉仕通り、お主は修羅だ。ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。Yeah!